どうも皆さん、こんにちは。クラクラチャンネルのケースケです。ぽぽーということで、今回もクラクラ実況やっていきます。で、先日ですね、私、ケースケ、タウンホール11にいたしまして、棒でね、手に入れました。杖を抱き枕代わりにして、本をね、枕にしております。で、リクエストでね、めちゃくちゃいただくのが、廃課金で施設乾燥させてくださいとかね、フル乾燥させてくださいっていうね、リクエストいただくんですが、ドズルさんがね、30万でね、乾燥させましたが、あれ資源狩りやりながらね、乾燥させてたんですよ。ただですね、普通にエメポチポチしながらですね、乾燥させるとなると、確かね、なんかね、噂で聞いたのが100万ぐらいかかんじゃねえかみたいな、そういった話聞いたので、さすがにそれは無理だなって思っております。ただですね、本当にめちゃくちゃいただいたのが、ウォーデンを廃課金で、レベル1からレベル20まで一気に、乾燥させてみてくださいっていうリクエスト、めちゃくちゃいただきましたので、はい、エメラルドご覧ください。94,179 エメラルドあります。昨日ね、ぶち込んだんですけども、今回はですね、そのめちゃくちゃリクエストが多かった、せめてね、ウォーデンを廃課金で乾燥させてみたいなと思います。というわけで、もよし生活再び、レッツゴー！はい、じゃあね、早速やっていきましょう。ですね、レベル2に上げるのに250万エリクサーですね。あ、この日のためにエリクサーですね、資源狩り頑張って貯めといてよかったですね。なので早速着工していきたいなと思います。で、これで時短するのに134円目。あ、なんかすごい、安く感じますね。あ、今回全然廃課金で、廃課金じゃないんじゃないですか？はい、これでね、はい、グランドウォーデンレベル2にいたしました。さあ、ステータス的にはね、こんな感じになっております。うん、若干ですね、ダメージとかヒットポイント上昇した感じですね。さあ、そしたらね、レベル3までね、上げていきましょう。レッツゴー！で、260円目。安っ！今回全然エメラルド使わないんじゃないですか？はい、こんな感じでサクサクっとね、レベル3にいたしました。でね、じゃあね、宝物でね、エリクサー早速ね、買っていきましょう。1981円目。まあ、ここら辺はね、いつもの廃課金動画でいつもやってますよね。はい、じゃあね、レベル4に、一気に上げていきたいなと思います。ダメージがプラス2のヒットポイント22となるほど。で、レベル上げるとですね、こちらのですね、ライフオーラですね。こちらも上昇いたします。で、能力はまだ解放できない感じですね。じゃあね、早速ね、とっていきましょう。でからの321円目。あ、なんかすごい安く感じられますね。あ、で、あ、ウォーティング、すかさず眠りましたが。さあ、こっからですね、大工さんが工事に入りますが、お前はね、もうね、はい、休んでろ。すぐ休んでろ、お前は。で、レベル4にいたしました。じゃあね、レベル5にね、上げていきましたね。能力解放しましょう。ダメージがプラス2だ。ヒットポイント22度。なるほどね。はい。こんな感じでね、皆さんのリクエストにね、お答えしましてね、私、ケスケ、廃課金しておりますので、もうほんと、最初から最後まで、ぜひともご覧ください。そしてよろしければね、グッドボタンやね、コメントの方もよろしくお願いいたします。さあ、時短の方は全然、そんなにかかんないですね。じゃあね、宝物で、またまたね、購入していきましょう。やった、これが高い。これが高いんですけども、さあ、よし、グランドウォーデンね、はい、ですね、ポチっていきます。でからのですね、レベル6に、はい、しましたね。で、あ、そうだ。能力解放されてんだった。レベル6だとダメージ60のヒットポイント1108と。で、ライフオーラは25.6% 上昇と。なるほどね。で、エターナルトープ3.5秒ですね。さあ、それではですね、早速、おぉ！もうこの段階で、エリクサーが結構、ここで買っていかなきゃいけない。やばい！舐めてた！俺は、ちょっと、結構安かったんで、いけるかなって思ったんですが、ちょっと舐めてましたね。じゃあね、レベル7にね、着工していって終了と。で、これでね、ステータスこんな感じですね。はい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 。じゃあね、それでは、やばいやばい。今回9万じゃ足んない感じ？いや、なんか足んない感じがしてきた。だってもう8万4000。もう1万使った。この段階で、足りるかな今回。ちょっと怖い。マジでやばい。ちょっと。待って、これコンビニダッシュしなきゃいけなくなるパターンとか。じゃない？本当に怖い。待って、怖い。怖いとか言いつつも、どんどんポチっていくんですけども。はい。じゃあね、着工していってからのですね。はい。で、レベル9に上げました。いや、花丸ピッピは良い子だけ。ちょ、650万エリクサー使っていって。で、からのですね、レベル10に着工いたしまして、はい、ポチッからの、はい、レベル10になりました。さあ、
ということで、ちょっとね、一旦ね、小休止ということで、レベル10のステータス見ていきましょう。ダメージが、毎秒72のヒットポイント1206。レベル1からだいぶ成長しましたね、この10歳のハゲ。このハゲー！さあ、で、ライフオーラが 31% の135。なるほど。で、効果時間が、あ、なるほど、レベル10でエタナルトームのレベルが2になると、効果時間が4秒になると。なるほど、結構これ大きいですよね。さあ、ではですね、また買っていきましょう。グランドボーデン、レベル11上げる700万エリクサー。高くない？待って。これでレベル11に上げて。はい、レベル11に上げました。高い。で、1上げるだけで、こう、なんか、3000円ぐらい使ってないっすか？普通に、やばい。いや、行くよ。1は2200。はい、買いました。750万エリクサー。着工、します。はい、で、もう2万使っちゃった。グランドボールデン、レベル1ですね。エリクサーある程度溜まった状態で、で、レベル12に上げようとすると、2万ぐらいは普通に使うっていうのが、わかりましたね。はい、これで、レベル12、上げていきました。いや、怖えな、これ。で、ヒットポイント34ドン。なるほど。よし、じゃあね、どんどんやっていきます。こっちで買った方がね、安いって言うんでね。こっちから買っていきますが、いや、怖え、876。だってほら、もう6万9000。いや、たっけ。で、レベル13に着工、なりました。いやー。さあ、それではですね、レベル14にまでね、レベル15まで、次のね、エターナルトームですね、レベル3までね、上げていきたいなと思います。で、この段階で、うわ、800万エリクサーとか普通に使うじゃん。で、938。待って、残りでも、まあ、残りレベル6までですからね。ということで、レベル14までね、上げていきました。さあ、では行きましょう。待って、ほんと、結構ですね、息切れとかうざいって言われるんですけど、肺が筋動画。マジでメンタル的にほんと疲れますからね。で、ここで999円目、使うんすね、チタンすんなに。じゃあね、レベル15まで上げていきます。いらっしゃい、グランドウォーデンレベル15。よいしょー。さあ、ということで、3万2000ぐらいもうね、使っちゃいましたが、レベル15に上げていきました。ダメージは90の、ヒットポイント1350。あ、やっぱり強いっすね。ここまで上げると。で、ヒットポイント 40% 上昇の最大ヒットポイント上昇200。そして、やっぱりエターナルトーム 4.5 秒もさ、ユニット、無敵にさせるって、かなり強いですかね。よし。では、もう、ラストスパート、早いもので、ラストスパート、行きたいなと思います。行きますよ、もうここから。2680からの着工し、そうだ、金庫あげないといけないんだ。足らないっていう、ここでまさかの金庫に、時短していくっていう、ハメになる。さあ、よし、じゃあここから、ここから満帆にしていきましょう。で、満帆にしましたよね。で、グランドボーデン、着工していきます。いや、マジか。じゃあ金庫、じゃあ次のレベル上げるのにも、金庫これ時短しなきゃいけないっていう。マジか。うわ、マジか。じゃあ待って、次。グランドボーデン。とりあえずレベル16のステータスを見ていきましょう。はい、こんな感じですね。で、1、10、100、1000万、10万、100万。940万エレクサー必要です。マジか。マジか。じゃあちょっと、またこれ、エレクサータンク。エレクサータンクこれ全部開けなきゃ。上げきれないパターンだ。で、はい、上げていきます。で、これで、まさかの誤算、そうだ。資源設備も上げなきゃいけないっていう。何これ、エリクサータンク廃課金じゃないですよ、この動画。じゃあね、満タンにしたんで、レベル17に上げていきましょう。からの、チタン。さあ、よし、じゃあステータス見ていきます。ダメージが毎秒98のヒットポイント1410と。なるほどね。で、ヒットポイント 44% 上昇のヒットポイント220とかね。そんな感じです。さあ、よし。じゃあね、次上げるのに。960万。はい、エリターン上げていきましょう。マジか。よかった、ゴールド貯めといて。ゴールド貯めてなかったらもっと食ってましたよ。これね、もしですね、学生さんとかね、めっちゃバイトね、頑張ってね、貯めたよっていうね、人ね、いましたね。ほんとね、参考にしてください。ということで、今の段階で4万2000エメ使っておりますが、ここからね、どんどん減ると思いますんで、さあ、買っていきましょう。
今回ですね、オッケーオッケー。で、レベル18に着工していきます。からの、はい。いや、胃が痛い、胃が痛い。5.レベル18になりました。で、ダメージが毎秒102のヒットポイント1440。なるほど。からのですね、46% 上昇の245。なるほど。4.5 秒。なるほど。ではね、行きましょう。続いて上げるに980枚必要ですが、やっぱりエリポン、エリタンのレベルが足らないということなので、こっちにもですね、エメラルドを消費していきます。いや、でもこれ、5万ぐらいで足りるぞ、多分。多分5万で足りる。いけるいけるいける。よし、行きます。3000近く使ってる。これだけで。でからの着工でウォーデンレベル19いらっしゃい。はい。こんな感じで、ダメージ106のヒットポイント1470。ヒットポイント上昇48の260。からの、ターナルトーム 4.5 秒。ここら辺は変わらない。さあ、ということで、早いもので、この数分の間に5万エメ以上使ってしまいましたが、いよいよラストでございます。さあ、いきますよ。もう、たったの数分で、ウォーデンレベルマックスにするっていうバカがいますよ、ここに。ということで、ラストいきましょう。さあ、いきます。ウォーデンレベル20着工からの、レベル20、ウォーデン、いらっしゃいまし、このハゲはい。ということで、エリクサーが、無一文に、なりました。うわぁ、やば。ということで、ステータス見ていきましょう。ダメージが毎秒110のヒットポイント1500。そしてですね、ヒットポイント上昇 50%、最大ヒットポイント上昇275。で、エターナルトームが5秒ということなので、そうですね、ある程度ゴールドエリクスを貯めた状態から、エメポチね、スタートさせますと、5万5000ぐらいで、ウォーデンですね、レベルマックスに、できるっていうのが分かったかなと思います。ということで、せっかくなのでね、レベルマックスのウォーデン使っていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあね、検索してたタウンホール9が出てきたので、9相手にですね、クイヒーウォーデンをね、やっていきたいなと思います。いきますよ。うわ、楽しそう。初ピキンがね、ちょっとね、皆さん見れるかもしれませんよ。さあ、ここら辺はね、サイトカットしつつのですね、で、こっからですね、ウォールブレイカーをね、入れていきたいなと思います。よし、ウォールブレイカーで壁開けを行っていって、ここ、壁が開かない。壁が開かない。で、ここ、開いた。オッケーオッケー。で、ここら辺、カットしていきましょう。で、いいよいいよいいよ。で、こっからね、順調にですね、回していきます。で、ここら辺もね、ババアチャね、サイドカットしつつの、こう、6時方向にこう回していきたいですね、今回。さあ、どう？回る？ちゃんと回ってくれ。頼む、頼む。迫撃本の方に回んねよ。オッケー、回んなかった。オッケーオッケーオッケー。でからですね、援軍が出てきたんで、ここポイズンかけていきましょう。さあ、エターナルトーム、まあ、今回タウンホール級なので、エターナルトーム、どこで使っていきましょうか。ちょっと使うタイミングがわかんない。ちょっと隠した、おいおい、ケース君クソ野郎、隠した攻めじゃねえかってね、言う人いるかもしれませんが、皆さんね、エリクサーがね、さっきまでゼロだったんで、そこら辺はね、多めに見てください。じゃないと、ほんと、次の編成がね、作れないんで、ほんと安心安全に、事故らない程度のところを攻めていかないと、俺のエリクサーが持たない。またね、エリクサーをね、エメラルドで購入しなきゃいけないって羽目になりますんで、オッケー、ダグエリは取れたんでね、こっからですね、回していきましょう。で、そうだな、あとはですね、ダグエリは取れたんで、そうだな、ちょっとパーセンテージ稼ぎを行っていきましょう。ここら辺とかどう？アーチャー届く？あー、ちょっと迫撃砲にやらそう。迫撃砲にやられそうなんですが、ここら辺はババアーチャーで削っていきましょう。で、オッケーオッケー、順調にね、回ってますね、今んとこ。今んとこ回っているので、よし。で、こっから、クイヒーバーがね、こちら9時方向に回っていきますよね。あ、今回、やっぱりタウンホール機が空いてたから、エターナルトーム、使わなくて済みますね、これ全然。いいよいいよいいよ。で、ここら辺、まあ、レイジとかは全然まだ使わなくていいですね。で、タウンホールも落としつつ、しっかりと星にね、つけれそうですね。で、あとは 70% 乗ってね、最大のね、勝利ボーナスもらっていきましょう。さあ、じゃあね、火力高くなるところで、ちょっとね、ピキーンとかやってみたいですよね。どう？どう？火力全然高くなってる感じないよ。どう？全然まだ余裕。やっぱり旧相手だと強いっすね。やっぱりウォーデンのライ、あ、ちょ、あ、いや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 、やばい。一気に2体やられた。今のホーミングで。いや、でも、オッケー。ここでピキン、ピキン、ババキン相手に、エターナルトームって使う必要なかったの、今全然。
使いそうなかった。ちょっとね、後でね、もう一回ね、せめてね、もう一回ね、こう、ピキンのね、強さをね、見ていきたいなと思います。さあ、ここって、ちょっとここの、ここでエターナルトーンもちょっと使っておくべきだった。ちょっとここで使っておくべきだった。ただ、ここで一回クロークを使っておいて、よし。で、あとは、こう、パーセンテージ稼ぎで、ここら辺、アーチャーとかで、あ、でも 70% 乗ってか。よし。さあ、こんな感じ、あとは撤退していきましょう。そうですね。ちょっと、わかんなかったんで。今度はタウンホール10とかね、11、相手のね、火力の高いところね、攻めてみたいなと思います。はい。ではですね、続いてですね、タウンホール11の放置村出てきたんでね、ちょっとここ行きましょうか。まあ、インフェとかイーグル砲はね、弾切れになってるんですが、火力自体はね、ほんとタウンホール10の終盤とか中盤が、折り混ざってるような感じなので、まあね、やっぱり火力的にはね、そんな、結構ね、高いと思うので、ここからですね、クイヒをね、回していきましょう。さあ、ここからですね、総合ですね、今回は9時方向、こっち方向ですね、ポンプ系結構固まってるんで、こっち方向回していきたいですね。で、対空砲も折れますし、ここら辺壁空きすれば、ここの対空砲も狙えるんで、なかなかいけると思います。さあ、どう？壁とか殴りそうだな。俺のね、あ、ちょっとね、結構壁、いや、やばい。ちょっと、やばかったね、今。ちょっと、レイジをすかさず。ちょっと雑談してたらね、普通にやばかった今。あ、で、あ、ここのウォールブレイカー失敗。はい、間違えました。あ、で、壁殴ってる。はい、壁殴っていつも通り。よしよし。で、ここでアチャクイに対してポイズン落としつつ、さあどう？レイジなくても他の防衛室から当たってないんで OK。 レイジなしで乗り切れました。よし、こっからよし、いいよ。で、ここら辺、ああ、ここら辺うざいな。ちょっと、ババアーチャとこで削っていきましょう。で、ここで、イヤスイがうざい。イヤスイがうざいんですけども。ここら辺、レイジいるかな、怖いな。ちょ。いや、でも、もう一歩踏み出すと、こっちのアーチャータワーとかから、タゲ取られるんで、ここら辺のタイミングでレイジですかね。いや、でも、イヤスイは怖さんで、OK。まだ様子見できる。よし、落ち着いていこう。さあ、チコれない。せっかく廃課金で、ウォーデンをレベルマックスにしたんだから、ここはチコらないで、綺麗に食い火を回していって、エターナルトームの使いどころですね、ここ見分けていきたいなと思います。さあ、こう、いつもより慎重になってます。いつもより慎重、もっといつも慎重になるよっていう話なんですけども、さあ、ここでちょっと、あちゃくい、あ、ちょっと、お、ヒーラー、ちょ、やばいな。ヒーラーがウォーデンについちゃってるから、ちょ、一回ここでレイジをかけていって、OK、保護していきましたね。で、これでどんどん防衛室を削っていきつつの、難しいな。なかなか難問。いや、で、OK。ここターゲット取ったんで、ここら辺ですね、削っていきましょう。で、金山とか削りを入れつつ、さあ、よし、ここで、頼む、ここのアチャクイが、ここのアーチャータワーを壊してほしいんだけど、なかなか、向かない、そっぽを向いてる。ちょっと怖いな。ちょっとね、ここね、レイジも節約したい。エリクサーもね、節約したいんで、ここでピキーンかな？ここでピキーン、どう？ここでピキーンしていって、いい感じに、やっぱターゲットを取ったまま、無敵になるんで、ここのアーチャーとかやられていない。これが強みですよね。で、あ、そうだ、エリフとかの人たちね、みんなね、レイジかけた状態で、あのピキーンとかやりますよね。はい。こんな感じで、まだ全然。慣れていないのがバレバレなんですけども。まあ、そりゃそうですよ。ほんと、まあね、そんね、昨日、おとといとかでね、使えるようなね、やっぱり代物じゃないっていうのが分かったかなと思います。さあ、適当に最後、ババ出しましたが、こんな感じでね、レベルマックスのウォーデンですね、初体験していきました！そんな感じで、今回はですね、レベル1のウォーデンをレベルマックスまでね、廃課金してみたっていう動画、お送りしていきました。いや、本当に、5万5000円目くらいがね、かかるっていうのがね、分かった方だと思いますのでね、皆さんぜひとも本当にですね、まだチャンネル登録してないよっていう方は、ぜひとも登録&ですね、この動画ね、良かったなって思ったらですね、高評価やね、コメントの方もよろしくお願いいたします。ほんとね、またもやし生活の再来ですよ。で、これからもですね、クラクラ実況ね、頑張っていきますんでね、はい、応援のほどよろしくお願いいたします。で、最後におすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。